沿線風景茨城県道143号矢田部、牛久線は茨城県つくば市から牛久市を結ぶ県道である。1959年10月14日、新たな県道としてつくば国や田部町を起点とし、稲敷郡牛久町を終点とする区間を本路線とする県道矢田部牛久線として茨城県が県道路線認定した。1995年、 路線番号143に変更され現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は 当該道路の車道の福音のものにあっては、当該道路の路面の福音から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないものでなければならない。ありがとうございます。